美人すぎる。女子サッカー、中田あゆ最強伝説。女子サッカー B リーグオーミラールディ・ジャベントス所属の中田あゆ選手。1993年8月15日生まれ、162センチメートル、55キログラム。最近はドラマにも出演した、美しさと強さを兼ね備えた選手です。小学1年生からサッカーを始めました。中学卒業まで、父が指導していた地元のフォルトナ SC レディースなどに所属。2009年、常磐木学園高校へ進学しました。2009年と2011年に全国高校女子サッカー選手権大会で優勝。2010年と2011年にはチャレンジリーグイーストでも優勝を経験しました。各年代別代表にも選出されていて、日本が準優勝した2010、FIFA、U17 女子ワールドカップでは6試合中5試合に出場しました。2012年、高校卒業後、アイナック神戸レオネッサに入団。当時のアイナック神戸レオネッサには、名実ともに女子サッカー界を代表する澤穂希選手も所属していました。3月15日、日韓女子リーグチャンピオンシップのコヤンテキョヌンノピ戦でアイナック公式戦初出場。6月23日、なでしこリーグカップの福岡 J、アンクラス戦で公式戦初ゴールを挙げました。2012年は高卒1年目ながら5試合に出場し、リーグ2連覇に貢献。AFC、U19 女子選手権の日本代表にも選出され、着実にキャリアを積んでいきました。澤選手と同じミッドフィルダーであることもあり、なかなかレギュラーに定着できませんでしたが、リーグ戦に21試合出場した高卒3年目からミッドフィルダーの中心選手となっていきます。4、5年目には出場試合は少なめながらも皇后杯連覇にも貢献。6年目の2017年シーズンは、18試合のうち15試合に出場しています。9年間もの間、強豪チームであるアイナック神戸でレギュラークラスとして活躍しました。2021年1月13日、オーミラールディ・ジャベントスへの移籍が発表されました。2021年、22年シーズンは新設された WE リーグで全20試合に出場しました。中田あゆ選手のこれからの活躍にも期待です。